こんにちは。久々バイクに乗って通勤がしたい荒川です。よろしくお願いします。どんなってことかね最近、まあ、寒くなってきてるんですけど、ちょっと乗りたいなと。何乗ってるんですか。いや、もうあの僕はもうちっちゃい125のアドレスというバイクなんですけど、はい、ちょっと乗りたいなと思って。そうなんですね。結構改造してるんですか、それも。そうですね、それも丸、車高は低くしてますね。レースっぽくしてるってことですね。そうですね、まあ、車高は下げてます。まあ、それは後々またブログとかに上げるんで見てみてください。また上げてください。はい、また上げます。はい、ということでメインの車を紹介していきます。はい、中古車ですか。中古車です。はい、こちらがハイエースの1型になります。19年式ですね。はい、結構古いですね。古いです。1型なんで200系の初期になりますね。はい、はい、でこちらの車が肉のガソリンです。はい、めちゃめちゃ綺麗に残ってました。めっちゃ綺麗ですよね。あとはカスタムのパーツがすごい入ってるんで、見た目もパリッとしてますですよね。はい、ちょっと大変かもしれないですけど。いやいや、全然全然。一個一個紹介してください。はい、こちらボンネット変わってます。これバットパネルついてるんですよ。ついてますね。はい、でバットパネルとグリルとフロントリップのここ、今回黒じゃなくて違う色で塗装してみました。何色ですか。これハイエースのダークグレー 1G3 ですね。おうおう。で塗ってます、グリルとこの部分だけ。あ、ちょっとやっぱグレーっぽい色入ってますね。光当てたらすごい見えるんですけど、鍵になるともう分かりにくいですね。うん、そうですね。そうです。で安定のインナーブラックです。あ、ヘッドライト。はい、え、これって下になんかおるんですよ。これもキーオンにしたら光るんですよ。ちょっと一回やってもらっていいですか。はい、あ、なんかデイライトみたいな感じですね。そうです、そうです、そうです。そこだけにします。ちょっと見えづらい。あー、こういうことですね。全部をオフにしてる状態でもここは常時で電源が流れてるんで光りっぱなしになってます。おー。で ACC になってるんでキーオンにしてもらったら電気が流れるようになってます。そういうことですね。はい、一回全部ライトつけてもらっていいですか。はい、まずこれフォグランプとポジションですね。はい、でこれが全部です。はい、はい、ウィンカーも LED ですよね。そうですね。ウィンカーも、あー、かっこいいですね。めちゃめちゃかっこいいです。ライトの役割だけでもう車自体もね、印象すごい変わりますしね。変わるんで、ありがとうございます。はい、他は何が変わってます。フロントリップがうちのバージョン2ですね。はい、になってます。でこれもさっき言ったように塗り分けしてるってことですね。そうですね、グリルと同じ色で塗ってます。はい、はい、前はざっとこんな感じですね。はい、はい、横行きます。横もそうですね。これまた珍しいパーツがついてるのがサイドステップになるんですけど、これうちのバージョン2のサイドステップになってます。はい、なんでフロントとサイドがバージョン2になってます。ああ、そういうことですね。はい、はいはいはい。タイヤとホイール新品になってます。18インチの EC ですね。これも SX の商品になってます。あ、新品なんですね。これ新品です。はい、で社外品のちょっと薄いタイプのオーバーフェンダーがついてます。まあそんな出幅ないですね。ナイスナイス。もともとが純正フェンダーでちょうど面になるようになってるんで、はい、ちょっと内に入ってる感じにはなっちゃいます。はい、はい、横はそんな感じですね。ミラーこれ変わってますね。あ、ミラーとここもメッキ、メッキのカバーみたいなのがついてるんですね。はいはいはい、はい、あとはここですね。ここにもバイザーついてます。あー、ついてますね。めっちゃパリッとしてるんですよこれ、ね、前からもなんかその19年式っていう感じしないですけどね。1型って思わないですよね。うん、傷もへこみもあまりないし、ね、はい、で、後ろですね。後ろも社外品のウィングがついてて、はい、エンブレムの中の色が変わってて、はい、あとリアバンパー、これうちのリアバンパーついてます。
これはカーボンになってるんで。カーボンですね。はい。で、なんかちょこちょここれ塗ってますよね。そう、塗ってるんですよ。ゴールド入ってるんですよ。ですよね。はい。なんかすごい珍しい。なんかちょっとこう、なんて言ったらいいですか、メリハリはめっちゃ出るんですけど、一個一個のくぼみに色が入ってるんで。そうですね。はい。あとはシャガヒのテール。はい、シャガヒのテールと、あとマフラーも変わってます。ああ、コットマフラーですね。少しだけちょっとコットマフラー、車検はこのままいけるんで。あ、そうなんですね。はい、はい、そうです、では中行きましょうか。はい。なんかこう、カスタムが多すぎて、ちょっとうわね、中が一番見てほしいです。すごい。こういう風にピラー類を全部青に張り替えてます。で、19年式の車なのに色褪せがないんで、まだまだ綺麗に青が残ってます。うんうんうん。ちょっとライト、ライトの中入れましょう。見てもらって、分かりやすいと思います。これ床、新品に変えたんですか？これ元々っすか？これ元々っす。めっちゃ綺麗。変えてないです。禁煙車。そうですね。屋にもついてへんすもんね。ついてないです。めちゃめちゃ綺麗です。綺麗ですね。しかもなんか青っていう、また綺麗な色で。しかもこの青が普通の青じゃなくて、ちょっと濃い青なんで、なんか濃いような明るいようなのなんか中間にいるんで、めちゃめちゃ発色はいいですね。いいですね。はい、はい、じゃあここから見てみましょう。お、ここも。そうです、ステップも青に塗ってます。で、アルミステップカバーついて、はい。で、シートカバーですね。これはごめんなさい、新品ではないんですけど、シートカバーはついてます。はいはい。あれ、これ前シート変えてますね。なんか見えてますよね。あれ、これ2脚ついてるし。そうなんですよ。ちょっと普通運転席しか変えないじゃないですか。そうですよね。両側行っちゃうっていう。これ結構お金かかってるでしょうね、これ一から作ろうと思ったら。前も見ていただいたと思うんですけど、こういうとこまで本当に綺麗に張り替えてるんで。で、インパネ貼って。そうです。で、その皆さん気になるこのデカルシート、2脚付きですね。ついてますね。まあ、これつけて座るだけの長距離運転結構楽っすもんね。そうです。あともう、まあ、肩が固定されるんで、全然こう、まあ、横揺れとかにも、うん、強いんで、ちょっと乗り降りはちょっと大変やけど、ここが高い分ちょっと乗り降りはしにくいですけど、座ってしまえばここも固定されて、ここも固定されて、ここも固定されるんで、全然乗り降りだけなとこですね。で、しかもこれ、まあ、ピラ埋め込みのスピーカー。そうです。オーディオも実は変わってて。変わってるんですか？ここのスピーカーも変わってるんで。あ、ほんまや。本当に細かい部分から全部やってる車になってるんで、結構お金もかかってますね。青結構入ってるし、かっこいいですね。かっこいいです。これ実はうちのユーザー様から買い取りの車になってて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。前の方が結構綺麗に乗られてたんで。あ、そういうことですね。そうです、そうです。なんで、もう全然どういう風に所有されてたかとかも教えていただいてるんで、はい、すごく大事に大事にうちのパーツもいっぱいつけていただいてっていう感じの車になってます。そういうことですね。これ、はい、ハンドル変えてますよね。ハンドル、これ桃捨てです。あ、もうすごく運転席周り、シートも、まあ、シートが変わってるのもでかいですけど、レーシングっぽい感じになってるんで。そうですね。細かい部分にサシードで青も入っててっていう感じなんで、運転が楽しくなりますね。まあ、そうですよね。はい。これなんかセンターコンソール。あ、そうなんです、そうなんです。浮いてますよね。ちょっと乗りますね。これなんか変化するんですか？これめちゃめちゃ新しいですよ。ここのレバー引いてもらうじゃないですか。センターコンソール後ろ行きますよ。ちょっともう一回やってください。これがまあ所定の位置だと思っていただいて、これを上げて押すだけで行っちゃうんですよ、こっちで。で、ちょっと待ってくださいね。あ、これで例えば後ろに肩がね。そうです、ドリンク置いててちょっと手届かへんかったりとかしても取れますね。そうです。まあ、前にもドリンクホルダーあるしね。前にもあるんでね。前は前で使えるんで。すげえ。これ面白ないですか、めっちゃ。え、このオーナーさんが作ったってこと？そうです、作りました。
これいろいろすごいですね、やっぱ。いやもう本当にすごいですよ、もうね、いろいろ変えてご自身でやってますもんね。そうですそうですそうです、うん、そこがまた面白い部分ですね、うん、ですね、はい、一人一人の個性があってね。そうです。で、走行距離教えてください。そうです、この車の走行距離なんですけど83,500km ですね。83,500km、はい、やったらこれ19年式でしたよね。そうです、19年式の1型なんで、それで8万キロしか走ってなくて、ここまでカスタムパーツ入ってるんで、結構おすすめではないかなと、ねね、はい。前の小田さん全然乗ってなかったですね、そう思うと。そうなんですよ、もう本当になんか雑誌とかにも車乗せられてたみたいなんで、うん、そういうので本当にカスタムメインでっていう感じだったんで、車も綺麗に残ってます。あ、そういうことですね。はい、はい、分かりました。よいしょ。で、こんだけカスタムしてたら通常ね、結構お金かかるし金額も高いかなと思うけど。そうですね。どれぐらいするんですか、この車。車両本体価格149万円です。安いですね。安くで安くでなんで、まあでもユーザーさん買い取りっていうのもあって。そうですね。ねえ、もう結構、まあこれも多分僕の予想なんですけど、すごく目にいく車だと思うんで。そうですよね、うん、早く早くで、もう早めの問い合わせの方が、ね、絶対いいと思うんで、もしよければバンビ荒川の方までよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。